弁当買ってきました。ホットモットのカツカレー弁当大盛りです。可愛いよね。ドラミちゃんのランチカレー弁当です。こんなんです。すごいよね。これまあこれしかって言い方おかしいけど、これしかってなくて480円もすんだよね。もう食べてみましょう。そうそう、今日はねテレビで言ってたかな、カレーの日なんだってね、うん、知らなかったよね。ということで今日カレーを買ってみました。プリンは後で食べるとして、いただきます。来月25日の前期日程、3月12日の日程を共に中止すると。カレーがやべえな。カレーが辛くないという。ホットモットといえば枝豆だよね、うん、やばいな。もう1分ぐらい食っちゃうよこれ。唐揚げ、ウインナー、ミニハンバーグに、ポテト、卵焼きと、ああ、ダメだな。ちょっとこっちのカレー入れよう。グテーレス事務総長は、条約成立に力を注いだ被爆者を改めて称えるとともに、核兵器の廃絶が国民にとって最優先の軍縮だと。これで大人カレーになったな。協力を促しました。核兵器禁止条約は、去年10月までに批准した50の国と地域で22日をもって発効し、核兵器の開発、保有、使用などが全面的に違法となりますが、核兵器保有国やアメリカの核の傘に依存する日本は参加しています。
中国大使館のツイッターのアカウントが一時凍結されました。ツイッター社が凍結しているのはアメリカにある中国大使館のアカウントで、新疆ウイグル自治区に関する投稿で規約違反があったということです。ロイター通信などはウイグル族の女性はもはや子作りの機会ではなくなったとの投稿があったと報じています。欧米諸国からは自治区内で不妊手術が強制されているとの批判が出ていますが、これについて中国外務省は偽情報だと反発し、やべえな、あっという間に食っちゃうよ俺。新型コロナウイルスの影響で国産の魚の消費が減っていることから、大手スーパーでは食べて生産者を応援する取り組みを行っています。うん、イオンが始めたのはコロナ禍で苦しむ生産者を応援するため、旬の魚などを安い価格で提供する取り組みで、大分県産の本マグロや鹿児島県産のブリなどが通常の3割から4割安く売られています。年末にかけてカニやウニなど高級食材は需要が増えた一方、家庭用の魚など未だ出荷されずに養殖場に残っているものがあるということです。大変だと思うんで、いいんじゃないですかね。もしでも協力できるんであれば、協力したいなっていうのもありますね。海産もですね、一番魚が美味しくなるときに、この国産の魚を食べていただいて、よりパワーをつけて、はい、完食でーす。この取り組みは、あさってまでおよそ350店舗で開催されます。以上ニュースをお伝えしました。なんかね、プリンが先ほどまで行われておりました小池都知事の会見をまとめます。ちびまる子ちゃんに出てくるような絵だよね。飛んでる飛んでる。先生に言われたんだよな、太りましただって痩せなきゃダメかな。そうだよね、こんなに食べてたらダメだよね。そうだよね、太るはずだわ。医療現場で足りないものと問われたときに、ゴム手袋が少なくなっている、しっかりと確保できるよう対応しているという話は、先生、愛知なんかでどうなんですか、ゴム手袋。実は病院を設置したいといって、例えば国立なのか、私立なのかといったところで、ものの、供給力に違いがあるので、このあたりもやはり先生と同できちっとあらゆる現場に行くようにしていただきたいなと思います。政治ジャーナリスト角谷さん、今日はお電話です。角谷さん、会見どうご覧になりましたか。はい、ポイント2つあったと思います。テレワークを進めるとために、ホテルを借り上げてそこを言葉にしてもらう。豚汁最高。これは新しい形で建てない、これは今までの GoTo とは形が違うけれども、そういうのをどんどん活用しようというプランで、これは新しく面白いですね。はい、一方でこのワクチンが全ての、ゲームチェンジャー。カレー食べましょう。昨日の段階で、酒井官房副長官はですね、ワクチンは今年6月までに接種対象となる全ての国民に必要な数量の確保を見込むと言いましたけど、今日実は河野ワクチン担当大臣がですね、ちょっとそれは違うと訂正入りましたね。ちょっとこっち側だけ。ファイザーと契約してるソースで食べたい。薬のその供給や治験がうまくいっていないと、これがどうも遅れるんじゃないかという疑惑が出始めた。そうなってくると当然ワクチンの接種が終わらないままオリンピックが行われるのではないかということになってくると、確かにこのタイムズの報道が現実味を帯びてくるという見立てが出てくるかもしれません。
ね。なるほどですね。今角谷さんがおっしゃったのは今日の河野大臣そして田村大臣の、まあ、声なんですけども、ワクチンのそのスケジュールいろいろと、まあ、報道ベースで出てありましたけれども、河野大臣はもう決まっているのは2月下旬から北陸病院を中心とした医療従事者に、接種していただく、そこだけなんだと。で、田村大臣も優先接種の人たちの最短のスケジュール、2月下旬というのは、これ以外は示していないんだということで、ちょっとこの流通などに遅れが出るのかどうなのか、でそこへ行ってオリンピック2032年報道ということになるんですね。官房副長官が喋ったことを別の大臣が否定してるわけですよね。そうです。つまり、はい、閣僚の中でもそういう意見がこうバラバラ出てくるのは、はい、決まったことじゃないかもしれないけど、選択肢として間違いなく足踏まえたことがふっと漏れたりするわけです。そうするとさっきのオリンピックの話も決まってはないと言って否定はするけれども、そういうことってひょっとしたら選択肢の中にあったかもしれないというのは、この流れからもなんとなく伺える。2024がパリ、28がロサンゼルス、2022年は開催地まだ未定なんですが、そこでやってどうだというね、そんな話がロサンゼルスイギリスのタイムズ紙で報じられているということ。さあ、そして間もなく3時を迎えます。今日の数字は緊急事態宣言が効力発揮から2週間、2都3県に出て2週間、なんとか一つ少ない数字でと思います。参考までの3日前の火曜日の検査数はおよそ1万2000です。で、直近の1週間の陽性率 10.5% かけますと1180人、ですから直近の1週間の陽性率より低いものが出てほしい。だから2週間前に緊急事態宣言が出てる。この間すき家で食べたカレーがなんかすげえスープカレーっぽかったんだよね。そうですね、やっぱり記者会見でもおっしゃってましたけれども、人の流れですね、人の流れがそんなに減ってないという部分に関してなんですけど、やっぱり今その街に出られている方っていうのは頑張っている方がほとんどじゃないのかなと。学生さんやったら学校に行ったりとか塾に行ったりとか、まあ、大人の方やったら仕事に行ったりとか、いわゆるそのウィズコロナでの新しいライフスタイルを確立された方がほとんどじゃないのかなと思うので、やっぱりね、ちょっとカレーはこうとろみが欲しいよね。その数字イコール緩んでいる確率、お腹いっぱいになってきちゃったな。ちょっとね、今日はちょっと徹夜しちゃったから、ちょっと寝ようかな。